7種類の地によって構成されるメクレンブルクの紋章。いずれの地もメクレンブルク家が領主として治める7つの領国を象徴している。それぞれメクレンブルク公国、シュベリーン及びラッツェブルク公領、シュベリーン白領、ロストック、ベルレそしてシュタルガルトである。メクレンブルクの統治者家紋はスラブ人の部族国家、オボドリト族の族長の地を引いており、厳密には ビスマール郊外にあるメクレンブルク村に立っていたメクレンブルク城をその溶澜の地としている。メクレンブルクは1167年よりドイツ国家の報道となり、最初はザクセンの総主権下にあったが、1348年には帝国直属身分を認められて支配者の一族はメクレンブルク公の称号を許された。メクレンブルクは支配者が 近隣の諸法と比較してもかなり頻繁に領土の分割相続を行ったにもかかわらず、君主制の終焉まで古くからの領国を保持し続けた。分け国としては、メクレンブルクの他に、ベルレ、パルヒムイコールリヒエンベルク、ロストックが存在していた。比較的新しい時代には、 1378年から1471年までは、メクレンブルク・シュベリーンとメクレンブルク・シュタルガルと、1555年から1695年までは、メクレンブルク・シュベリーンとメクレンブルク・ギュストロー、1701年のハンブルクの和議の締結以後は、メクレンブルク・シュベリーンとメクレンブルク・シュトレーリッツに、それぞれ分裂していた。しかし、メクレンブルクの支配者家門は、 封建上の制約からあくまでその支配領域は単一不可分なものとみなされており、同一の称号を持つメクレンブルクの異牲者が常に二人存在したため、外交上の混乱を招くこともしばしばだった。1815年のウィーン会議の決定により、メクレンブルクに二人存在していた統治者たる公爵は、どちらもメクレンブルク大公の称号を授けられ、 また継承も二人の太鼓たちのみは王家の殿下となった。二つの文句にはこれ以後大鼓国と呼ばれることになった。メクレンブルクでは二人の君主、二人の四次、そしてそれぞれの配偶者、さらに別々に存在する二つの支配者家門のすべての成員がメクレンブルク公の称号を有したが、これはドイツの諸公家の子女が一般的に使用するプリンツの称号を使わない点で、 得意であった。メクレンブルクの支配者の称号は、メクレンブルク公、ベンデン、シュベリンおよびラッツェブルク公、シュベリン伯、ロストックおよびシュタルガルトの領主であった。君主制が崩壊するまで、メクレンブルク家は、ドイツ最古の諸公の家系であった。バイマル共和国の成立後、一般人となったメクレンブルク家の人々は、生として、ヘルツォーク2メクレンブルクを使用した。 ありがとうございます。